はい、皆さん、こんばんは。今日は、こんばんは。デイ7、インクトーバー、デイ9。ということで、ちょっと前倒ししてやってますが、今日まだ10月7日なので、ちょっと、この先忙しくなりそうなので、前倒しでできる間にやっておこうと思って書いています。で、今日のタングルは、デイ9ということで、住むっていうのかな。私、中国語発音わからないんですけど、こういう字が書いてあるので、多分中国語で発音すると、なんか多分すごいもっと素敵な言葉なんじゃないかなと思うんですが、このリン・チューさんという CGT の方が作られたタングルです。またこれも私書いたことないタングルです。結構書いたことないタングルが続いているので、今またステップアウトを見ながら書いてるんですが、なんかいろいろすごい提案してくださってますね。見てると、なんかいろんなパターンを提案してくださっているので、ぜひぜひ皆さんステップアウト見てくださいね。インクトーバーのリストから、プリントアウトせずにクリックするとリンクが貼ってあるのでね。はい。で、そういうことか。S と U と M、ローマ字の、を書くから、こういう名前のタングルになっているんですね。スームっていうタングルです。S と M、U と M を組み合わせて、最初に、がこう、S、こんな感じで書いて、ここに EU をくっつけて、で、ここに M をくっつけると、こういうタングルになります。これだから多分一筆書きで書けるんじゃないかな。こっちから行って、 S 書いて、 U 書いて、こっちからこう M を持っていけば一筆で書けちゃうと思います。なんかあれですね、タコさんウインナーみたいで可愛い。もしくはなんかこれ、なんか鳥っぽいですよね。なんかここが鳥の羽っぽい。なんかここにこうくちばしつけて、目とかつけてあげると、なんかなんだか鳥っぽい感じで可愛い。はい、こんなタングルです。で、ステップアウトにいろんなバージョンが載ってるので、例えば、なんだろう、どうやって書いてるのこれ。背中合わせにこれ2つ合わせてあげると、どこか、だから S と S の裏側みたいなのがこうあって、それに対してまた SU、 あれ、 M が逆だ。 S で U でこっちだから、こうか、 M、 こっちが SUU、 M ってこういうふうに書くと、こんな形が出来上がります。あと、なんかボーダーとしての書き方とか、あと、なんか提案としてあるのは、こういう形から始まって、ここにぐるっと一周 S を書いて、で、それぞれ一つずつにこう同じように、こっちか、どこに持っていけばいいんだこれは。こっちに持っていけばいいのか。こういう感じでつなげていくっていう書き方もありですね。で、例えば、どうなん、まあ、一個こう書いて、SU、M って書いて、ちょうどなんか、ここのカーブを利用して、この子の上にこうまた S をつなげてあげても、M が書けない私。こうか。こんな風に。
つながっていきますね。っていうのもありかなっていうのと、あとそれとかこう最初一個書いといて、でここからこうつなげてもつながるかな。あ、ここからだとつながりにくいか。こっちからつなげるとか、するとこうずっとつながっていきますよね。こんな書き方もありかなと思ったり、あと多分これで無理やりって言うとあれですが、ちょっと角度を変えていくと、こうなって、でこっちにこうちょっとね、今スペースがあまりないんで結構無理やり回してますが、こんな風にこうつなげていくと、こう方向を変えてぐるっと回していけるんじゃないかな。ちょっと今ここ重なってますが、でここ最後までこう持っていけば、なんかここに面白いメタパターンができて、それも面白いかなと思いますね。なのでどうしよう、こう私このこうやってつなげていくの結構好きかもしれない。これも可愛いですね。背中合わせも可愛いから、これをまたここに逆さまに、なんかだんだんスペースがなくてですね、逆さまにこうやってやってあげると、ここにまたなんか可愛い形ができる。それもありかなと思いますね。個人的にはこれが好きだな。こうなんかつながっていく感じが好きなので、こうやって一個書いてここにつなげて SUM みたいな感じでこうつなげていくと可愛いんじゃないかなと。もうちょっと M を、なんか M が私下手だわ。 SUM だから、これをつなげると SU で M が迷子にならないように、こうかこっちに持っていってあげればいいのね。こんな感じにつなげていっても可愛いんじゃないかなと思います。のでどこに入れましょうか。実際にこの紙オパスタイルのなんか丸いのをこの辺に入れてもいいし、こうやってこうつなげていくのをピピッとこの辺になんかこういう感じで入れてもいいかなと思うので、どうしようちょっとここにこう行きたいな。なのでちょっとまたこのストリングを先になぞりますね。はい、こんな感じでこう結構適当に毎日思いつくままに書いています。なので最終的にこうどういうものが仕上がるのか、ちょっといつまつの不安を覚えつつ、でもまあなんとかなるでしょうと思って書いてますが、このタングル分かりました。 S と U と M でできている、そんなタングルです。可愛いですね。なんか鳥ちゃんみたいで、タコさんウインナーみたいで可愛い。でここにこう入れたいので、こういう感じでね入れたいので、先にもうこの線を引いちゃったらいいんじゃないかなと今思ったんだけど、どうでしょう、ダメかな。やってみよう。はい、先にこう線を入れちゃって
ってからこれを利用して SU、M、こうやって入れてみる。そしてこの次にまたなんか大きさ変えても可愛いかな。同じ全部同じ大きさにせずに S、U、M、ちょっとちっちゃいの書いてみようか。こんな感じでちょっとリズムをつけながら書いても、なかなか可愛いんじゃないですか。M がこうか。なんで M が迷子になっちゃう。M をそっか反対から書くからちょっとこっちから書けば M って書きやすい。一筆で書こうとするからいけないんですね。だから M が迷子になっちゃう。 S、U、 でもなんか方が行き先が分かりやすい気が。もう一個いけるかな。もう二個いけそう。ちっちゃいの入れようか。でこの子をちょっと、あ、ちょっとカメラから外れちゃった。伸ばして、はい、こんな風になんかこんな感じになりました。だったらこっち側も書いていいんじゃないかなっていう気がしてきたので、ちょっとやってみ、ここにやってみる前にこっちでやってみましょう。いきなり書いちゃったらね、どうなるかわからないんで、こっちにこう背中合わせに S、U がこっち向きで、ん？ M がどっち向き？こうか。ここ、こう来て、S、U、M、背中合わせでもいいんじゃないかなと思うので、ちょっと書いてみましょう。で、左右対称にしようと思うと、ちょっと考えることが多すぎるので、この辺は結構適当で、いいかなと。S、U、M。こんな感じです。あ、なんかかわいい。なんかかわいいですよ。M すごい注意しないと。ここ結構ちょっとどうしようかな。大きめに、あ、大きすぎたかもしれない。この辺まで出てきて、ちょっとちっちゃいの一個入れちゃおう。 S、U、M。自分でこれ SUM ってブツブツ言いながら書かないとどっかに迷子になっちゃいそう。なんかやっぱこう書き慣れてないタングルってこうなんか、あれですね、書いてていろいろ考えることが多いですね。考えながら書かないと書けない。ここどうしよう。もう一回やっぱ言っちゃった方がいいかな。あと、あ、このままでも可愛いし、ひょっとすると後から
今思ったのはここにねこうくるってわかります、あの今変な鳥みたいなのとか書いちゃったけど、ここをこうくるってしてあげても可愛いかもしれない。これにちょっとそれを入れるかどうかはまた後でちょっと考えたいと思いますので、今日はこれでいこうと思います。でシェーディングとかあのディテールはねまた後ほど入れていきたいと思います。はい、今日はインクトーバーデイ7スームというスームっていうのかなタングルでした。皆さんありがとうございました。また明日。